意識の力を信じてください。アセンションするために聖人である必要はありません。しかし、あなたはしなければなりません。目を覚まして気づいてください。あなたが真に目覚めているとき、アセンションのエネルギーが体中を駆け巡るのを感じることでしょう。それは、あなたの魂の自然な行為のように感じられるでしょう。多くの人が一生懸命に働き、あらゆることに挑戦しているのになかなかアセンションできない。その主な原因は、肉体的ではなく、形而上学的に、外見的ではなく、内面的に、無意識であるからです。動いたり、考えたり、空想したり、夢を見たりしても、無意識が彼らの存在の基盤となっているからです。彼らはロボットのように機械的に動いて、無意識に生きているのです。だから、このような問題になっているのです。そして、ほとんどの人が眠っているのには、単純な理由があるのです。それは、目覚めたいという願望が、人を目覚めさせるからです。確かに、目を覚ましたくない理由は、心のトリックに魅了されていることも含め、たくさんあります。しかし、それが全てではありません。本当の理由は、ほとんどの人が自分がいかに眠っているかを認識していないことにあるのです。ほとんどの人は、自分が起きていると思っていても、実際はスローモーションで夢を見ていたり、ロボットのように生きていたり、死体のように生きていたり、自分が起きていると思っています。しかし、ほとんどの人の生活は、ほとんど無意識のうちに自動的に行われているのです。彼らは生きるための動作をしていますが、トランス状態の中でそうしており、自分が本当は何を信じているのか、自分の中で本当は何を感じているのか、全く意識していません。自分の人生が何かおかしいと心の底では思っていても、それをどう変えればいいのかがわからないのです。つまり、眠りから覚めたいのであれば、まず自分の人生が何を意味し、なぜそれが人生で起きているのかを理解する必要があります。そうすれば、次に、目覚めたいのか眠っていたいのか自分で選択できるようになります。なぜなら私たちはみんな心の中で眠っているのです。だからこそ永遠の愛と平和に呼び戻す魂の声が聞こえないのです。生と死を恐れ、孤独を恐れ、神から離れることを恐れ、自分の人生をコントロールできなくなることを恐れ、本当の自分に気づくことで自分を変えることを恐れ、手放すことを恐れているのです。ですから、人間の覚醒には積極的な意志が必要なのです。そして、意志は進んで外に出て、心と体をコントロールしなければなりません。意識的な心は自由ではありません。それは自分自身の条件付けの法則とその周りの物理的な世界の法則に縛られているのです。ですから人生の中で何かを変えるためにはまず瞑想やマインドフルネスの実践を通じてそれに気づく必要があります。自分自身を内側から観察し、自分がどのような思考の習慣を支配的に生み出しているのかを特定する必要があるのです。瞑想は悟りへの道です。瞑想は悟りへの道であり、自分の可能性を最大限に発揮することを妨げているものを特定するのに役立ちます。私は意識の気づきの力を強く信じています。アセンションするには聖人君子でなければならないと言っているのではありません。アセンションの可能性を十分に認識できるように、あなたは目覚めていなければならないと言っているのです。あなたが本当に目覚めているとき、アセンションのエネルギーが体中を駆け巡るのを感じるでしょう。それはあなたの魂の自然な行為のように感じるでしょう。アセンションとは、肉体的、感情的、精神的、霊的、宇宙的、または超次元的な存在のあらゆるレベルでの意識と気づきと目覚めです。これは第3密度から第5密度への即時移行シフトであり、現在の現実、エゴに基づいて反応するだけでなく、より高いレベルで自分の人生に取り組むことができる、より高められた存在状態を体験することができるのです。エネルギーを解放し、心を開き、意識を高めることに取り組むことで、アセンションのバーが上がります。そして、閉塞感を見つけて、それを解放することで、より高いバイブレーションを自分に許すことになります。私たちは、アセンションの時代に生きています。私たちは地球の周波数を上げるのを助け、より高いレベルの存在に自分自身を開き、他の人を愛し、助け、普遍的な共同体に近づくためにここにいるのです。宇宙は広大であり、あなたの人生もまた、さらに大きくなろうとしているのです。あなたは、自分の過ちのすべてを合わせた数よりも、もっとそれ以上の存在であることを認識しなければなりません。あなたは、自分が何をしたかによってではなく、何をすることができるかによって定義されるのです。私たちの真の解放は、外向きの行動によってではなく、私たち自身の存在を内的に理解することによってもたらされます。そうすることで、私たちは新鮮な気持ちで新しい毎日に集中することができるのです。ここで重要なのは、私たちはみんな自覚の有無にかかわらず、私たち全員が意識の中で成長しているということです。このプロセスはすでに始まっており、日々人類の集合体としてのアセンションに近づいているのです。私たちがより大きな利益のために協力すれば、アセンションが起こることに疑いの余地はありません。私たちはあなたを心から愛しています。私たちはあなたと共にここにいます。私たちはあなたの光の家族です。英穂オーロラレイ銀河連合大使。